宇高忠たは、研究者、経営者。工学博士、アワーズテック元社長、理学元 X 線研究所副所長兼第三、研究部長、1942年生まれ、山口県出身、1964年3月、山口大学分理学部卒業、同年、同大学にて助手として、 X 線を用いた共有電体の研究を行う。1967年、理学電気工業入社。同社にて、専門分野の研究に携わる。1997年同社第三研究部長兼小型専用機開発グループ長。1998年 X 線研究所、副所長兼第三研究部長に就任。同年、 全反射傾向 X 線分析法による微量分析の研究により、東京大学にて工学博士。1999年同社退職し、同年、アワーズテックに入社し、同社取締役研究開発部長。2001年7月、同社長に就任。2009年、テクノ X に移籍。2012年11月高い。1967年に、 理学電気工業の開発において研究開発部長として装置開発を指揮。1989年に日本初の製品化を達成。EDX 検出機を搭載した過半型の傾向 X 線分析装置の開発に取り組み、1997年に製品化させた。社外発表も活発に行い、デンバー会議や X 線分析討論会にて 研究開発成果を発表。ISO 標準化 TC201WG2 に関しては、1984年 WG の発足以来、国内委員として TXRF の半導体用との ISO 策定に尽力。1999年、アワーズテックの設立に関わり、引き続き開発部長として、小型蛍光 X 線分析装置の開発を推進。 日本のエネルギー分散型蛍光 X 線分析装置の幕開けに貢献。また、大阪電気通信大学客員研究員として、JST 先端計測機器開発事業において、超高感度蛍光 X 線装置を開発。同年大学の学生、院生の育成に専念。2009年は研究開発型企業として、テクノ X に移籍。研究開発部長として、 世界に通じる日本の船体計測の一つである超電導半導体検出機の開発、また貴金属判別装置、オイル専用分析装置などの新しい発想による装置開発を促進。ありがとうございます。